プレゼントを受け取ったあの日、私たちはちょうど術の名と真逆のことを経験したわよね。殉死者は殺戮を、享楽者は苦痛を。術の名と全く違う始まりがあったからこそ、私たちはこのプレゼントを手にした。そして最後に、このプレゼントによって、私たちは術の名と同じ結末を手にするのでしょう。何かを得たければ同僚の代価を支払わないといけない。本当に公平な投下交換ね。もしプレゼントをもらった日に、みんなが術の名前と真逆のことを経験したのなら、セルマお姉ちゃん、結合と真逆のことって何？孤独よ。違う。セルマお姉ちゃん、あの日、私は町の人たちと一緒にいて、みんなと手を繋いでたの。だから、私は孤独じゃないよ。そうね。忘れるところだったわ。セラは町の人たちと一緒にいたから、孤独なわけないわよね。だから、心配しなくていいよ。セルマお姉ちゃん、もしプレゼントをもらった日に、私たちが術の名前と真逆のことをしてなかったら、きっとみんなは、違う結末を迎えられるはず。こんな風に言うのは少し空気が読めてないかもしれないけど、プレゼントと代価の話は私たちが目覚めてからずっと繰り返され続けてるのよ。だからこそ白球は儀式を急いでる。それを通して証明したいのかもしれないわね。自分が後悔してるかどうかを。わかった。じゃあ、セルマお姉ちゃんの選択は？今の私じゃ、それを成し遂げるには他の人にやってもらう必要があるかもしれないわ。でも、誰かの道具になる趣味はないし、従者のために考える暇もない。従者は従者よ。100年経ったからって、何かが変わるわけじゃないでしょ？わかった。でも、どう選べばいいかわからない。みんながいろんな話をしてくれた。何が正しいか、何が間違ってるか、わからないの。大丈夫よ、セラ。あなたは自分で選択すればいいの。少なくとも、私たちが結末を迎えるまでには、まだ時間があるわ。殉死者が死に、享楽者が楽しむ。次は誰の番か、当ててみて。あかりお姉ちゃんはどうなるの？この件をお姉ちゃんに伝えるべきかな？そしたら、お姉ちゃんも自分の身を守れるように準備できるはず。あら？さすがはセラって言うべきかしら？この瞬間でも他人のことを最初に気にするなんて。だって、結合によってみんなが愛を手に入れるのなら、最大限の結合を私の定められた結末にするなら、私もより多くの愛を手に入れられるんだよね。セラ、それはわからないわ。大丈夫だよ、セルマお姉ちゃん。みんなが愛を手にすること自体、いいことだから。でも、ずっと私を守ってくれたあかりお姉ちゃんにとって、白おじさんからのプレゼントは、ただ怪物たちはお姉ちゃんの前に送り込んで、数えきれないほどの戦いと痛みを味わわせるだけ。ええ。情の面でも、理屈の面でも。彼女は力尽きて死ぬまで戦い続けるでしょうね。
あかり。よかった。あかりお姉ちゃんは怪物たちにもう一度勝ったんだね。見つけた。あかりお姉ちゃん、私たちはここにいるよ。また怪我したの？私に見せて。待って、セル。少し様子がおかしいわ。心配しないで、セレマお姉ちゃん。怪物たちはここにいないよ。あかりお姉ちゃんが全部倒してくれたから。いいえ。違うわ。もしあの怪物たちが全部彼女に倒されてたとしたら、彼女が次に戦う相手は誰かしら。つまりこれがアストラルリングの影響。つまり、これがアストラルリングの影響？少爵の師匠、白球さんの話によると、セナはアカリとの戦いで、アストラルリングをオーバーロードさせたせいで、疲労が溜まってしまったんだって。私たち、もっと早く気づくべきだった。はぁ、セナのやつ無茶しすぎだよ。彼女が目覚めたらいっぱい説教してやらないと。それはそうだけど、もしセナが覇気で覇気の術に対抗するって思いついてなかったら、あかりとの戦いはそううまくいかなかったんじゃないかな。もちろんそれが唯一の方法だとは限らない。例えば目を閉じて地面に寝そべる。つまりみんなの死んだふりが上手だったら、次に目が覚めた時にはちょうど白球に動きを封じられてたかもしれない。まあいい。今は冗談を言ってる場合じゃない。もしセナの症状が本当に崩壊病と関係があるなら、手術をして、私自身の融合因子を彼女に分けるしかないかも。火星人が地球人の融合因子を受け入れてくれるかどうかは未知数だけどね。何を言ってるのかわからないけど、すごく危険なものみたいだね。うん。生存率は完全に未知だ。え、それはさすがに、とにかく今は師匠がいるから、もう少ししたらきっとセナも元気になるはず。みんな安心して。でもあなたの師匠はさっき、完全に治療する方法はない、時間稼ぎしかできないって頭を振ってたのに。もう時間稼ぎだって時には根本的解決につながるよ。本気で言うと、生老病死、飢餓、寒さ、怒り、憎しみ、この世に解決できない問題は山ほどある。でもうちら普通の人間はそれでも楽しく暮らしてるだろ。へえ、なるほど。それは面白い見解だね。だからさ、師匠は普段体が弱いけど、長い間患ってるからこそ病気に詳しいんだ。師匠？話の邪魔をしてすまないが、君たちの友人はもう大丈夫だ。さすが師匠、何でも解決してくれるんだね。うん、少し。本当に私にそっくりだね。夢追い人。セナ、調子はどう？もう大丈夫なの？すごく元気だよ。ほら、こんなに動けるし、食欲だってバッチリ。食といえば、まだ琥珀街で食べ足りてないものがいっぱいあるんだ。よし、そんなの簡単だよ。うちに任せて。ありがとう、少爵。あ、その前に少爵の師匠にお礼を言わないとね。彼の助けがなかったら今は目を開けることもできてなかったかも。
外で食事なんてなおさらだよ。セナったら、もう命を惜しまない相手の真似をしちゃダメだよ。わかった？ちゃんと反省してるってば。また同じようなことになったら、事前にみんなに知らせるね。これはセナディアの分身？彼女の気を使って分身を作った。いや、それはさておき、これでどうやって病気を治すの？け？あ、白球さんは私の髪の毛を抜いたりしたの？諸君が目にしたのは、私が巨岩の小細工で作った仮初めの体だ。それは、セナさん本人の代わりにダメージを受けることができる。そうなんだ。じゃあ今後は、すごーく高い場所から飛び降りても大丈夫だってこと？大胆なアイデアがいっぱいあるんだけど。いや、そんな風に理解しちゃダメでしょ。冗談だよ。とにかく、セナは大丈夫みたいだね。白球さん、セナを助けてくれてありがとう。大したことではないから、気にする必要はないよ。でも白球さん、一つ聞きたいことがあるんだけど、もし今後、セナがアストラルリングを使い続けたら、また何かダメージを受けたりするの？え？もう大丈夫だって言ったでしょ？私は一緒に戦うから止めないで。構わないよ。セナさんが自身を犠牲にしてアストラルリングをオーバーロードさせたりしない限り、それは彼女に影響を与えはしない。というより、唯一の疑問はむしろ、彼女が自身の意志でオーバーロードさせられた理由だろうか。え？他の人にはできないの？私たち凡人は代価を先払いする必要がある。例えば、あかりは覇気の道を100年も歩んでいた。それほど長い時間があるにもかかわらず、彼女の蓄積は君のオーバーロードにかなわなかった。そう聞くと、このベテラン先生は、アストラルリングのことをよく理解してるみたいだね。理解という言葉は少し言い過ぎだね。私はただ偶然、友人からこの贈り物を受け取っただけだ。それに対する認識は、盲人が象を語るようなものでしかない。ということは、よくわからないのにもかかわらず、白球さんは明かりのためにアストラルリングの偽物を作り出したの？すごすぎるよ。どちらかというと、彼女自身の運がそうさせたんだ。何しろ、この偽物を手にする前から、彼女はもう罹患の術相と戦う力を持っていた。それに、私は才能のない者に対して、特別な計らいをすることはできない。何はともあれ。出過ぎた真似かもしれないが、諸君に対する明かりの誤解は、私の考え不足のせいでもあった。お詫びにセナさんを治せるなら、それは何よりだ。よく考えたら、私たちの行動は彼女にとってかなり怪しかったのかもしれないね。因果応報、言わず語らず。この件はもう解決したし、私が言ったように諸君は一刻も早く老朽を去るべきだ。仮初めの体が気になるのなら、本を渡すから研究すればいいだろう。あれ？どうしてまた帰らせようとしてるの？桜花の災いはまだ根絶されていないが、老朽のあらゆるところに危険が潜んでいるのも確かだ。どちらかといえば、諸君は桜花にいた方がまだ安全なはずだよ。それに、儀式が始まると、もう老朽から出る機会がなくなる。
その話なら少爵から聞いたよ。あ、そうだ。この私も連れて行くべきかな。だって私の命とつながってる大事な宝物だよね。その必要はないよ。時間稼ぎの策とはいえ、セナさんはすでに感知している。心配は不要だ。この方法を使ったのは今回が初めてではない。セナさんが受けたダメージはすでに仮初めの体に移っていて、戻ることはないよ。私が分身を維持できるかどうかについては。それは私自身の問題だ。師匠？構わないよ。まさか白球さんの言う仮初めの体の維持って。セナディアが受けたダメージを仮初めの体に移したというより、彼自身に移したと言った方が正しいかもしれないね。ごめんなさい、白球さん。迷惑をかけてしまって。この件は、諸君が思っているようなものではない。仮初めの体の維持は、直接ダメージを受けるわけではないからね。私にとっては、病が少し重くなっただけだから、気にする必要はない。白球さん！師匠、これは。どうしてこんなことに。私はすごく元気で、怪我したりもしてないのに。ごめんなさい、白球さん。本当にごめんなさい。違う。発作がたまたま出ただけで、諸君とは関係ないんだ。白球さん、本当に。師匠のこれは持病だよ。緊張しないで。しばらく休めば収まるから。持病。記憶の中の白球さんと比べて、今の彼はだいぶ弱ってるみたい。まさかそれは。ただの長患いだ。気にする必要はない。こんな病人の姿を晒してしまってすまないね。しかし、幸運は人を待ってくれず。私は、100年前の過ちを償わねばならない。少弱。はいよ。師匠、今すぐお客さんたちを連れて行くから。師匠はゆっくり休んでて。琥珀街には、彼女たちが知らないような場所がまだあるんだ。セナも元気になったし、みんなを連れてしっかりとその人情を体験させるよ。失礼な真似はしない。少弱。もう、その人情を味わってもらっている暇はない。そうそう、今のうちに楽しむ。師匠？少弱、その時が来た。はいよ、師匠。安心してうちに任せて。ただ、師匠。もう一つお願いしてもいいかな。別に、そこまで。ううん。生死を共にした仲間みたいなものなのに、老朽の隅々までは案内できないから、彼女たちも、儀式の場所に連れて行っていいかな。術が英才を鎮める場面なんて、誰もが見られるわけじゃないだろ。儀式を一目見ただけでも、ここに来た甲斐があったって思えるはずだよ。君の思いは分かっている。だが、少弱、急を要する事態だ。
私たちはことを複雑にするわけにはいかない師匠がいるだろ。彼女たちを儀式の場所に連れて行っても、本格的に儀式が始まったらすぐに離れてもらうから。だって一緒にいろんなことを経験したんだ。むしろうちが少し寂しいんだよ君ならわかるはずだ。彼女たちは一刻も早くここを離れるべきだと。安心して、白球さん。私たちは老朽から出る道をよく知ってる。少爵が合図をくれたら、私たちはすぐに桜花に戻るよ。トラブルなんて絶対に起こさない。そうそう。私たちのことを少爵と同じように信用してもらっても大丈夫。本当に説得力のある言葉だね。ほらね、師匠。みんなすごく協力的だろ？うちの頼みもみんなの願いみたいなものじゃない？少爵。師匠、何度もわがままを許してくれたから、今回だって許してくれるよね？まあいい。師匠として、君をもっと信頼するべきだ。ありがとう、師匠。安心して。彼女たちの身の安全も、老朽の儀式もうちに任せて。きっと万事順調、順風満帆だよ。そうだ、師匠が許してくれたことだし、あんたたちは先に儀式の場所に行っててよ。こっちの準備を済ませたら、もう一つ面白いことを用意しておくから。まあ、服を着替えるってことだよ。あんな高価な服、人生で何回着られるかわからないからね。さあ行って。うちはもう少し準備したら、師匠や格おばさんに頼んで送ってもらうよ。心配する必要はない。事態は細かいことは気にしなくていい。失言してしまったね。ん？説明が良くなかったかな？週末のアンカーの方だよ。心配しないで。もしかしたらうちはあんたたちよりも先に着くかもしれない。よりも早く着いてたね。よし、みんな揃った？じゃあ早速上に行こうか。そういえば儀式の場所にも何か特別なこだわりがあったりするの？ああ、ありすぎるよ。ここは老宮の中央にあるし、東西を俯瞰できて南北を見渡せる。見上げれば流れる雲を観察できて、精神を集中させれば吉凶を察せる。さらに、はいはい、そういうのはいいから。とにかく、ここは風水的にいい場所なんだ。それに週末のアンカーに近いから、よそ者を返す時にも便利だろ？師匠が前々から選んでおいた場所だ。間違いない。仲がいいんだね。もちろんだよ。それに師匠はうちと違う。術としての名は巨眼だけど、一度も嘘をついたことがないんだ。あのさ、今はうちらが一緒にいられる最後の時間なんだよ。師匠の話ばかりしてどうするの？さて、出発しようか。どこに行こうかな。
勇者くん？ん？どうかした？すごく緊張してるみたいだけど、大丈夫？ああ、平気平気。ほら、真面目に術らしい大きなことをするのは久しぶりだから、ワクワクしてるんだ。はあ？そんな風に見ないでよ。今回はうちが活躍できる機会がたくさんあるって。師匠はちゃんとそう言ってた。少女の術としての名前を知る前にその話を聞けてたら、少しは信じてあげられるんだけどね。はいはい。もううちはお笑い担当ってことか。少女くん、儀式用の服に着替えるって言ってなかった？そうだよ。さっきからずっと楽しみにしてるのに、まだ着替えてないんだね。これから着替えるんだよ。なるほど。人前で着替える趣味があるんだ。違う！よく考えてみて。着替えてここで待ってるよりも、みんなの前で綺麗な服に着替えた方が、ギャップとやらを感じさせられるだろ？別に緊張しすぎて忘れてたとかじゃないから。とにかく、楽しみに待ってて。うちの華やかな姿を見たら、きっとびっくりして目が離せないと思うよ。へえ。そこまで大きな口を叩くなら、少しは期待してあげる。じゃあ、あんたたち、後ろを向いてくれない？ん？別にいいでしょ？みんな女の子なんだし。いや、ダメダメ！これは術の秘技なんだ。公女両族を乱すようなことはできないよ。さあさあ、早く後ろを向いて。早く後ろを向いてよ。うちの着替えは早いんだから。ああ、もう、うちをからかわないで早く後ろを向いてってば。よいしょ。少女は、確かに少し様子が変だね。まさか、今気づいたわけじゃないよね。じゃあ、分析してみて。私の得意分野じゃないから。夢追い人、あなたに任せた。私もうまくは言えない。もし私が少女の立場なら、知り合ったばかりの人と別れを告げるだけなのに、こんなに寂しそうにするかな。でも、どうかしたの？少女くん。なんて言えばいいかな。まだ顔を合わせてないうちに、少し恥ずかしい質問をしてもいい？人前で着替える趣味は別に大したことじゃないから、そこまで気にする必要はない。うん。私も秘密を守るよ。ちょっと、一体うちを何だと思ってるの？まあまあ、少女くん。聞きたいことがあったら聞いてよ。もじもじするなんてらしくない。じゃあ、聞くよ。あんたたちにとって、うちは、どんな人間？まあ、そこまで真面目に答える必要はないよ。あ、そう。頭に浮かんだ最初の印象を教えてくれたらいいんだ。この100年の間、うちが新しく知り合ったのはあんたたちだけなんだ。ちゃんと聞いておかないと後悔してしまうだろ？そうか。私は、少女は努力家だと思ってるよ。は？うちが、努力？そう。一見すると口ばかりうまくって、デタラメを言って、人を騙す無職って感じなんだけど。臆病かと聞かれたら、確かにあんたはあんまり戦力にならない。ケチかと聞かれたら、あんたは自分のメンツの方が大事みたいだし。いい！もういいよ！何か言い出したと思ったら、うちを何一つ取り柄がない人みたいに言うんだね！私の知ってる限りでは、今のはあくまで、彼女個人がよく使う言い回しだよ。
私は事実を口にしたまでだ。他の術と比べるとあんたはかなり平凡で普通とすら言える。でもそんなあんただからこそ周りの人たちに一番熱心だった。回収でもこれまでの冒険でもあんたは一度も諦めようとしなかった。全力で生きるってすごいことだよ。それが唯一の長所かもしれないけど、あんたという人間を好きになるのに十分だ。エリア、私の考えもそう変わらない。え、本当に？そこまで驚く必要はないでしょう。コナリーならもっと手加減しないと思ってたからね。誤解だよ。実際私はかなり客観的で公正だ。ヘリアみたいに一度落としてから褒めるなんてことはしない。それはそうだね。ちょっと考えるね。私にとって少女子の印象はもっとシンプルかもしれない。なんて言えばいいのかな。私たちは結構似てると思うんだ。普通で可愛い女の子。ただそれだけだよ。え？うちが普通っていうのはまだ理解できるけど、今までの出来事を思い返してみて、あんたは本当にそうだって言えるの？もちろんだよ。普通の基準はそんなにきっちりしたものじゃないでしょ。それに可愛さも大事だよ。少なくとも普通よりずっとね。まあまあね。そういえば、ああごめんね夢追い人。あんたの答え後で聞いてもいいかな。着替えが終わったよ。どうかな。これは本当にびっくりしたよ。着るもの次第で変わるものだね。今回は嘘じゃなかっただろ。驚いて目が離せないよね。確かに術の威厳に恥じない服装だね。褒めてくれてありがとう。ああそうだ、さっきは遮っちゃってごめん。うちのことを話そうとしてたよね。私は、ううん、なんでもない。私の考えはセナと変わらないよ。そうでしょ。その服を着てる少女を見てもっと確信しちゃった。やっぱり普通で可愛い女の子だよ。夢追い人、あんた少女、どうしたの？あ、平気平気、うちは元気だよ。ただ術の力が共鳴し始めたんだ。つまり前に話してた、あんたたちが出発しなければならない時間になったんだよ。そっか。少女く、今日はずっとうちと一緒にいてくれて本当にありがとう。一緒に回りたい場所を回ったり、食べたいものを食べたり、遊びたいもので遊んだり、うちがずっと着たかった服に着替えることにも付き合ってくれた。そしてみんなの本当の考えも教えてくれた。なんて言えばいいかな。100年以上の時間が経ってからこの少女に本物の友達が4人もできるなんて思わなかったよ。セナやめてよ。まるで死に別れるみたいな雰囲気になってるじゃない。でも通路がなくなったら私たちはもう二度と会えないんだよ。そうかな。まあ未来のことは誰にもわからない。儀式が終わったらうちらは英才を一気に解決できるかもしれないよ。そうしたら師匠あるいは他の術が10年や100年をかけてまた終末のアンカーの起動方法を見つけてくれるかもしれない。そうだね。さて今日は十分わがままを言えたし、
これからは、師匠たちと一緒に仕事をしないと。少女くん、本当は。七術の儀式は間もなく始まる。部外者は、もう帰って。行こう。少女くんにも、彼女自身の責任がある。してたの？彼女は普通で可愛らしくて、そして少しも嘘が上手じゃない女の子だって言おうとしたの。うん、少しブラブラし、もう老朽にさよならする時なんだね。仕方ないよ、私たちにも自分の任務がある。うん、桜花に戻ろう。こんなだだっ広いところで話したら、耳ざというちに聞こえないわけないだろ。やっぱりみんな、うちは嘘が下手だって思ってるんだね。でも、最後の最後で、うちはあんたたちを騙せたよ。さようなら。騙されてくれた友人たち。欺瞞の術、もう準備はできてる。